まずちょっと大枠のところで、社労士と DX の、必要性とか可能性とこういったところなんですけれども、DX という言葉はいろんなね、レベルの定義感がありますが、ちょっと広く捉えまして、デジタル化みたいなところも含めて、今日はね、お話をしていくんですけれども、まず HR テクノロジー、HR テックとかですね、HR テクノロジーなんて、話がですね、最近、耳にすることが多く、ちょっと前からですね、多くなっているかなと思うんですけれども、復習も兼ねまして、確認をしていきますと、HR というのがね、ヒューマンリソース、人事とか人事労務の部分を、略した英語ですけれども、これに今テクノロジー、技術というのを合体して作られた造語なんですね。これは人的な分野、人に関わる分野に関する技術ということです。で、こういった技術がかなり急激にね、いろんなサービスが出てきておりまして、タクシーに乗ったりとか、電車に乗ったりいたしますと、様々な広告がね、中吊りと、画面とかで、ね、出てきているかなと思うんですが、あれも、どれもまだね、すごい視野でというのはそんなに多くないかもしれませんが、様々なサービスが群雄割拠というかですね、次々出てきているのは事実ですので、今後、長い目で見ていきますと、どこでも言われていることかなと思いますが、単純な手続き代行など、こういった業務は減っていくという可能性が、極めて高い。じゃあ、いろんなね、雑誌なんかでも、こう時々ね、出てきたりなんかいたしますけれども、じゃあ、事業は、社用なのかという、そうではないと思っております、私も。そうではなくてですね、単純な手続き代行、いわゆる今までの1号、2号、3号業務といった、今までの枠組みからはちょっと変わっていくような形に、ね、なるのかなというふうに思うんですね。で、人事の部門というのも、近年、こういった技術の台頭なんかで激しい変化に対応するということが求められていまして、事務的な雇用管理だけではなくて、どうしても会社の経営層とか、上層部の方から見ればですけれども、そういった事務だけやってるんじゃなくてと、人件費というのは非常に大きなものですので、比較的な、ね、価値を作っていくような立場になっていかなきゃいけないんだみたいなことが、その会社の人事という人たちに対しても、プレッシャーとして、かかっているといったような状況があります。